スタート切りました。バンデグローブスタートです。今風が落ちてきました。もう何日経つかね、忘れちゃいました。もうセールを修理して、いや本当に途方もなく感じましたけども、今日なんとなくセールが形になりました。いやでもここまで本当よく耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、みんなに次々と抜かされながらよく頑張ってきたと思います。あともう少しで、セールができると思いますので、もうちょっとの辛抱です。今回2回目のチャレンジで、今回初めて新艇でね、本当にスタートできてよかったと思ってます。みんなね、よくフランス人と今回も期待してるよって、みんなの期待感が大きくて、天気も良かったんでね、今回も日本人らしい、スタートをね心がけました。ワクワクもあるし、当然不安もあるしね、バンデグローバル独特の雰囲気のスタートなんで、あれを味わえたことはね、とっても幸せに思ってます。ちょうど台風の中にいて、一番大きなメインセールを破ってしまって、でもう大変でした。で台風が過ぎた後6日間かけてメインセールを自分の船の持っている材料で、直して、それでセーリングを始めました。あんまり無茶できる船じゃなくなったので、セールを破かないように、体を壊さないように慎重に走ってきたかなと思ってます。11月27日もうすぐ赤道を越えます。はい、これが S になったら赤道です。はい、3、2、はい、もうすぐ赤道です。はい、はい、今赤道を越えました。おめでとうございます。ありがとうございます。DMG 森グローバルは初めての南半球に入りました。もうすぐ日が沈みます。このセールの状態で完走できるかなとね、自信はないんだけども、ね、世界史のことを考えるとちょっと気が遠くなるので、今はもう次の目標、赤道を通過したんで、次はケープタウンですね。まずケープタウンを越えようと、で次はオーストラリア越えようと、でホーク岬越えようと、また赤道越えようということで、目の前のね目標を一歩一歩実現しながら、最後に本当にね、この状態で完走できれば奇跡だな、奇跡を信じて走ってる最中です。どうぞ。